失敗しない餡の作り方をご紹介したいと思います。これは水溶き片栗粉っていうものなんですけど、片栗粉を水で溶いたものです。2種類の餡を作ります。一つは銀餡で緩めのものですね。もう一つは別香餡でちょっと硬いものです。使う用途が違うので最後までご覧ください。片栗粉と水の割合なんですけど、本なんかには1対1って書いてあるんですけど、私は1対1だとちょっと硬いと思うんですよね。ちょっと失敗しやすいので、今これが1対1なんですけど、結構粘性もあってすぐダマになってしまうような状態なんですよね。失敗する原因って大体ダマになるってとこですよね。なので 1.5 で私は作っていきます。それではですね、早速水溶き片栗粉を入れていきたいと思います。最初は別香餡を作っていきたいと思います。別香餡とは色のついたものですね。濃い口醤油で作ります。ちょっと色濃いですよね。あんかけを作る場合なんですけど、大体の分量は計量してあった方がスムーズですよね。みりんが入っている場合なんかはアルコール分を飛ばしておいた方がいいです。なので一度沸騰まで持っていきます。沸騰したんで半分だけ取って、失敗してしまう時のパターンですね、見てみましょう。半分の量を取りました。お出汁は沸いている状態です。先ほどの水溶き片栗粉を入れていきたいと思います。ここでまず一発目に失敗ですよね。沸いてるところに入れてしまうとすぐに立ってダマになってしまいます。こんな風にすぐに固まっちゃうんですよ。わかりますか？ですので水溶き片栗粉を入れる時のポイントなんですけど、必ず沸騰してるところでは入れてはいけません。こんな風にダマの部分ができてしまい、さすがにこういうダマになってしまった餡は見た目的にも味わい的にも良くないですよね。一番良くない感じですよね。それではですね、先ほどの残りの半分を水溶き片栗粉を入れていきたいと思います。先ほどと同じように一度沸騰させてアルコール分を飛ばしていきます。さっき失敗したのはこの段階で水溶き片栗粉を入れましたよね。なのでここで一度火を止めます。沸騰はしてないですよね。だいたい95度ぐらいですかね。そこで水溶き片栗粉を少しずつ入れていきます。こんだけ入れるだけでもう温度全体的に下がるんですよね。で少しずつ入れていきます。で少しずつ少しずつなじませていくような感じですね。ここのお出汁の中になじませていきます。そうするとこんな風にとろみがもうついてきます。先ほどのようにダマにはなってないですよね。この温度が下がった状態だと実際のこの硬さってよくわかんないんですよね。なので一回しっかり温めていきます。そうするともっと粘性って出てくるんですよ。しっかりと火が入って、なのでそれが本当のこの餡の硬さになるんですよね。だいたいこれが本当の餡の硬さになっています。ただ今回はもっと硬くしたいんですよね。最後にそのなんで硬くしたいかっていう理由を述べますので、ですのでもう少し水溶き片栗粉を加えていきます。この時もやっぱり温度は一回止めて下げます。そして今度はもっと難しいです。粘性が出てるのでよりダマになりやすいです。なので手は早くかき混ぜてください。そして入れる量も少しずつ少しずつ入れてってください。結構ドロッとした感じの餡になりましたよね。サラッとした餡ではないです。これは使う用途によって違うんですよね。この硬さで味わいも変わってきます。硬いとやっぱりその分しょっぱいというか味が濃く感じますよね。
ですので最終的な味付けは若干薄い方がいいと思います。ちょうどいい硬さなのか確認のため沸騰直前まで火をつけて温めていきます。その時に混ぜながら必ず温めてください。硬いので鍋底が焦げやすいような状況になっています。あとは沸かすことで片栗粉の臭さっていうのも飛ぶんですよね。ですのであまりかき混ぜすぎて沸騰させてしまうとコシがなくなってしまうんですけど、ある程度かき混ぜながら混ぜて仕上げていってください。結構固めの餡でちょうどいい感じだと思います。ダマにもなってないので餡としては成功ですね。さっきの餡を使って2品作っていきたいと思います。昆布だしですね。昆布は引き上げます。3合分別のボウルに取ります。塩を 6g 入れます。1合に対して 2g ってことですね。もち米 200g に対して 100g のうるち米を入れます。 270cc の合わせたお出汁を入れます。炊き上がったものがこちらになります。日本料理でイイムシってあるんですよ。これはフカヒレのイイムシになります。そしてこれは季節のもので大丈夫なんですよね。銀杏だったり栗のイイムシ、春だったらタケノコだったりアスパラのイイムシ、そして先ほどの餡をかけていきます。どうして先ほどの餡を極限まで固くしたかと言いますと、ここでフカヒレの上からかけたかったんですよね。で、なんで硬いかっていうとですね、ご飯に染み込んでいかないんです。硬いとこれが柔らかいと雑炊みたいになっちゃうんですよね。表面だけにまとわせるという案になります。ご飯がビチャビチャしてしまったら成立しないんですよね。どんな感じですかね。中までは餡は染み込んでないです。別物の状態になってます。天津飯だったりとかあんかけチャーハンですよね。そういう場合もこのように餡が硬い方がご飯がベタベタにならないです。もう一つは銀杏ですね。さらっとした状態で薄口醤油で作っています。使う用途も変わってきますね。ホタテの茶碗蒸しで上にはシラウオですね。そして銀杏をさらっとかけます。茶碗蒸し自体も味が繊細なのでべっこう餡ではなく銀杏がいいと思います。餡の作り方いかがでしたでしょうか。参考になれば幸いでございます。 Thank you.